はい、皆さん、毎度毎度。はい、連続投稿、お疲れ様です。はい、ジプリル先生ね、コメントありがとね。いや、あまりにね、再生数がね、少なすぎてね、そんなったらね、もう質より量だと。もう、増やすだけ増やしちゃえと。今までの倍増やしちゃったらどうだってんでね。一つの動画ね、1分ちょっとぐらい ?1 分前後で終わらせたいね。もう2分に行ったらもう負け。1分30秒過ぎたら負け。美容業はさ、まあ、SNS とか YouTube で情報を発信すると、やっぱりお客様向けに、なんかかっこいいとこだけ出して商売繁盛を狙ってるけどね。そうするとやっぱり綺麗なことしかみんな書かないし言わないよね。でもね、美容業ね、本音でさ、語って、やっぱり最終的には単価が安い。値上げしようと、みんなして値上げしようと。なんなかったらさ、美容業の将来、まあ、床屋さんの将来もそうだけど、地位吐くほど働いて普通以下じゃんってことになるよね。女の人がさ、一人で自宅でね、借金もなく、内職代わりに美容業やってんだったら、まあ、適当な値段でもいいけどね、やっぱり男がね、きっちりやって家庭を支えようと思ったら、それなりの値段がないとね。だからやっぱり値上げしかないんで、最後ね。だけどみんな本音言わねえでさ、貧乏我慢してんだよね。ねえ、はい、お疲れ様でした。